回は振り返り会です。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします。今回の振り返るゲストはですね、こだわり抜かれたお酒の数々や、店内の雰囲気が特徴の沖縄県名護市で新たにグランドオープンしたバーナンバー11、その代表されている玉木隆二さんを振り返っていきたいと思います。はい。はい、まず3つのポイントですね。1つ目がバーテンダー。2つ目がカクテルコンテスト。3つ目に名護市。それをまとめたラベリングとしては、心の渇きを潤す一杯を届けるバーテンダー。その理由としてはですね、玉木さんはこれまでバーテンダーとして国内外で学び、バーテンダーとして様々なスキルを磨き続けている方です。玉木さんは提供するお酒にお客様に幸せになってほしい、そのような思いを込めて、いっぱいいっぱい丁寧に提供されています。そのお酒は喉を潤すだけではなく、まさに心を潤す一杯と言えます。そのため今回は心の渇きを潤す、そんな一杯を届けるバーテンダー、そのようなラベリングをさせていただきました。まあ、この収録ですね、通した4回通して、玉木さんの印象、うっちゃん、どうでした？玉木さんはいろんなこと経験してて、なんだろう、ほら、海外にも行って、海外でお仕事したり、って思って、そういうのもあったり、世界一周の船に乗ったり、自転車の旅したり、あとなんか、バーテンダー一筋かなって思ってたら、料理の道に入ったりとかもしたじゃないですか。実はね、かじってたから、うん。なんかもう、いろいろぴょんぴょん動いてて、お話もいろんなところに飛んでて、面白かったです。そうですね。そんな玉木さんの人生活動理念、そこからまず振り返っていきたいと思うんですが、挙げていただいたものがですね、自分を信じて貫く、おとなしくない大人になる、とにかく自分の人生を謳歌したい、その中で周りに、関わる人を少しでも幸せにしたい、私に出会ってよかったと思ってもらえるような人になりたいというような、ものをおっしゃってたんですよね。ですね、このなんでこんな理念になったんですかって言ったら、一つやっぱ面白かったのが、なんかこの先輩なり同級生なり後輩とか、その飲みの席とかね、いろんな食事の席とかで、まあいろいろ、まあ分かりやすい言い方するとなんかビッグマックスというか、目標優勝たくさんいると。だけど、なんか次会うときに、全然なんかこう、言うこと変わってたり、全然できてないじゃん、みたいな。そういったことがやっぱり、違うんじゃないかなっていう。どちらかというと、反面教師的にしてるというか、まあそういう方とかを、それが良い悪いではなくて、玉木さん的には自分とは違うなっていうのを感じてるんですよね。それを持って、玉木さん的には、じゃあそう、自分とは違うってことは、自分が信じた道を貫き通すような、そういった人でありたいな、そういったことを、まあ、理念にされているということなんですよね。はい。なんかこの、彼のその人生を、まあ、20代、先ほど、ちゃんさんが言ったこの料理とか、それも、20代前半の時に、もう自分設計してたって言ってたじゃないですか。まずは、20代前半で、29歳で、バーをオープンしたいっていうのも決めたっていうことで、その前に、じゃあ料理もできた方がいいだろうということで、料理の修行を行ったんだけども、そこで壮絶な修行を繰り広げるんですよね。毎日、まあ、お客さんに出すわけじゃない。まかないとして、作りなさいと。でそれを多分、その、国庁なのかわかんないですけど、その職場長に、毎日出すと。このまかないとして食べてもらう。ちょっと味見してくださいっていう。食べてもらえないと。一口もって言った。一口も食べないっすよ。って、全部捨ててたっていうことで、もうそれ、でもその経験が、結局なんか、ちょっと甘く見てたなっていうふうに、料理をね、料理の修行というものを、玉木さん自体が、後々振り返った時に、あ、自分ちょっと甘く見てたなっていうことで、ちょっと料理じゃなくて、
カクテル1本、うん、そこに行こうかなというふうになったっていうこのきっかけでしたよね。うん、で、戻った時に、一回、時系列で言うと、カクテル入って、うん、料理ってカクテル戻ってたんです、はい、で、そのカクテル次戻った時に、ある、エピソードが大きな。次の、今の玉木さんをさらにこのバーテンダーとしてライジングさせるイベントが起きるわけです、ね。うん、それが、先輩に、はい、職場の先輩に、ちょっとコンテストがあるから見に行こうと。うん、はい、あ、いいですよ。ということでコンテストを見に行った時に、うん、そこで、その40代とか、もうあからさまに自分よりも先輩、バーテンダーの方々が、もう鬼気迫る形で、すごい形相でこのカクテルを、と向き合ってる。それを見たときに、すごい世界だなと。この一杯に人生をかけている姿を見て、とんでもない世界なんだなっていうことを体験して、自分もそこに飛び込みたいというのを感じたっていうところから、実際に玉木さんも自分でコンテストに向かっていって、何回も何回も。しかもむっちゃ緊張したって。緊張しすぎて。カン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 、あの、軽量カップと、この、シャカシャカね。あ、そっか、そうだ。なんだろう、混ぜる、シェイカーね。シェイカーが当たって、カン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 。しかも、会場が超静かだから、ね、むっちゃ響き渡るっていうね。飾りもね、手が震えていく。乗らないって言ってます、ね。そうそう。ご飯作らないといけないのが、一杯しかくっつかなくて。焦れば焦るほど、もっと、この、震えるっていうね、うん、悪循環でした。ね。そんな話を聞いて、ゆいちゃんどうでした？面白かったですけど、あと意外だ、コンテストの話で意外だったのが、うんうん、見た目の関わってくるっていうのにびっくりして、だから自分ラジオの時にも聞いたんですけど、見た目って作ってるこの工程の見た目ですかって聞いたんですよ。パフォーマンスってことですね。そうです、そうです。そしたら、そうじゃなくって、本当に顔とかの見た目っていうか、関係あるって思ってびっくりしました。うん、なんか、これバーテンダーとしての、なんだ、見た目みたいな。ね、いわゆるなんかジェントルマンチックというか。うん、なんか、まあ、聞いてる方がどういうバーテンダーの方を想像していらっしゃるかわからないですけど、はい、いわゆるなんかこの白シャツに、はい、なんかなんだろう、スーツの中に着るやつ、うん、ジャケット着て、うん、まあ、長袖のスーツ、あ、シャツですね。それで、もうなんかこの、ダンディーに。車みたいなイメージだと思うんですよ。うん、コンテストに出るぐらいなんで。うん、まあそういう形で、いや、自分はいつもあれが点数低かったですって、ね、言ってて。でも全然玉木さん自体はかっこいい、うん、清潔感があって結構かっこよかったですよね、渋くてね。だからまあ、ちょっとどうしても主観が入るんでしょうね。ねこの審査員のね。女性が多かったら変わってるじゃん。確かに、それもあるかも。ね、あとは、そのコンテストで日本と海外が違うっていうのも特徴として言ってましたね。はい、うん、で日本は、まあ、もう今言われたような形で、まあ、パフォーマンスとか味とか、見た目とか、うん。海外の場合、これにトークが入ってくる。ずっと喋ってますって言ったんで、マジって言って。しかも、たぶん、海外も行ってるので、はいね、そういったところでやっぱそこも見てきてると。うんうん、まあ、そんな玉木さんがですね、はい、やってるこのバー、うん、ナンバーイレブン、はい、まあ、そこなんですけども、まあ、なんといってもこのバーナンバーイレブンの名前の由来ですよね、うん、覚えてますちゃんと。最初に作った、うん、コンテストで最初に作ったカクテルの名前ですよ、ね、うん、そう、はい、でその11の意味を覚えてます。沖縄のですね。うん、沖縄にまつわるんです。ほら、なんとか登録、世界遺産登録。そう、世界遺産。首里城が世界遺産登録、はい、日本、うん、合ってる、日本で。日本で11個目。そう。それにちなんで、バーナンバー、はい、イレブンってやってるんですよね。かっこいい。なので、そのカクテル、もうあるらしいんですけど、負けたからコンテストで。これはもうあんま出したくないと。ね、お客さんからお金取ってまでは出したくないということで、ただその幻の、はい、その沖縄にちなんでるっていうことですね。うん、で、その、バーナンバーイレブンの思いとしては、うん、どういったことですかっていうと、やはり名護市に、はい、そのバーの、うん、もっと文化を根付かせたいし、うん、もっとそのバーを通して沖縄の良さ、はい、これはかくてお酒だけじゃなくて、はい、なんで文化全体ですよね。うん、食べ物しかり、はい、その、なんか織物とか
ね、染め物か。とか、あとは、そのお店の中にも、花ブロックとかね。そうですよね、うん。絵も今飾ってますよね。うん、舞踊のね、はい、絵を描いて、それを飾ったりしてるので、本当にその、バーナンバー11に来ることで、沖縄を感じてほしい、うん。沖縄を味わってほしい、うんうん。しかも、月桃の花で、なんかね、シロップとかいろいろ作られてるので。作ってますね。そうそうそう。それも、はい、すぐ行って、ちょっとゲットのお酒作ってくださいってことで、我々飲みましたけど、とっても美味しいですよね。美味しいです。ちなみに何でも作れます。何でもですよね。はい。本当に、この、放送の中でも言いましたけど、はい、作品って感じです。本当にいっぱいいっぱいに、玉木さんのいろんな思いが詰まってますよね。うんうん、本当に。それが見え隠れするので、はい、ぜひ行ってもらいたい。っていう思いますね、はい。あとは最後にもう一個だけ紹介したいんですけども、はい、実は新プロジェクトもやっていて、うん、沖縄の名護市のヘリオス酒造さんと、はい、NPO 法人グリーンネットワークさんの月桃の花、葉を使ってですね、うん、それを使った、青森と月桃の葉で、玉木さんがお酒を作って、その売り上げをまたグリーンネットワークさんに返して、うん、循環型の新プロジェクトを立ち上げているということで、そういったこともね、ぜひお店に足を運んで、うん、沖縄の風を感じてもらえたらなっていうところになりますね。うん、はい、はい、というところで、今回は沖縄の新たにオープンしたバーナンバーイレブンオーナーの、玉木さんを振り返っていきました。はい、バーナンバーイレブンオーナー玉木隆二さんへのご連絡先はインスタグラムとフェイスブックがありますので、 bar.no.11bar.number.11 で検索お願いします。YouTube の概要欄からもご確認ください。本日は以上になります。See you! See you.